どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、3月に入りましたので、ANA のクレジットカードね、入会キャンペーンまとめということで、 ANA のね、クレジットカードと、まあ、その他ねプラスアルファまあ、あるんですけども、今回ですね ANA クレジットカードの入会キャンペーンね、まとめで、紹介していきたいと思います。まずですね、大前提として、この ANA のねクレジットカードっていうのは、マイトモプログラムっていうね ANA がやっている、まあ、紹介制度がありまして、まあ、そちらをね利用することによって、一般カードだったら500マイル、ゴールドカードだったら2000マイルがね、もらえるっていうのがねありますんで、もしね初めて、ANA のクレジットカード発行されようっていう方は、周りの方にね、ANA のカード持ってる人いないかね、ちょっと確認してみていただけたらなと思います。もちろんね、まあ、私からも紹介できますのでっていうような冗談なんですけども、周りに持ってないかね、確認してみてください。まあ、これはねもらってももらわなくてもですね何にも変わらないんで、もらっといた方がね、お得っていう風になりますんで、ぜひね周りの方一回調べてみてもいいんじゃないかなと思います。それではねまずね、ソラチカカードですね、こちら、年会費初年度無料のクレジットカードとなっておりまして、まあ、こちらのクレジットカードをおすすめするのはですね、まあ、この後紹介しますけども、JCB のポイントは東京メトロが運営しているこの東京メトロポイントっていうねポイントに交換して、ANA 前にするとねポイントが上がりますんで、まあ、それでねこのソラチカカードをおすすめしております。もしね SFC 事業等々で、まあ、ANA ワイドゴールドカードの JCB カードをね検討されている方も、まあ、いらっしゃると思いますんで、まあ、そこら辺をね、選んでいただければなと思います。でまずですね JCB マイチェックっていう紙の請求書から、ウェブの、ね、請求書に切り替えると400ポイントがもらえます。こちらね公式サイトだと、400ポイントが1200マイルっていう風に書いてあるんですけども、これね置き時ボーナスポイントっていうものでね付与されますんで、この置き時ボーナスポイントはですね先ほど言った東京メトロポイントに交換してから ANA マイルに交換するルートを組むとですね、これ1200マイルではなく1800マイルにね、化けるんですよね。ですので、ぜひね、このルートはね、絶対利用するようにしてくださいね。次に、カード利用で、ポイントがもらえます。で、こちらは、エントリーが必須になっておりますんで、こちらもね、注意してください。概要欄にね、公式サイト入れておきますので、確実にね、エントリーしてから利用してくださいね。まず、10万円で1500マイル、50万円利用で、6000マイル、100万円利用で1万7400マイルがもらえます。さらに、こちらね、カードを利用したね、マイル数も入ってきますんで、もしね、100万円決済した場合は、まあ、1万マイルが、さらにプラスされます。で、こちらね、1万7400マイルって、まあ、こちら公式サイトの方には書いてあるんですけども、こちらもね、先ほどのルート、同じルートを組むとですね、2万6100マイルっていう風になりますんで、かなり増えてますよね。やはりね、このルートおすすめですね。で、さらにですね、こちら、カード利用額に応じてね、さらにマイルがもらえるキャンペーン今やっておりまして、10万円以上で300マイル、50万円以上で2100マイル、100万円以上で5400マイルっていう風になっております。各項目、このマイル数で出てますけども、こちらも置き時ポイントから東急メトロポイントをね、利用すると8100マイルっていう風にね、5400マイルが8100マイルになりますんでね。覚えておいてください。こちら合計すると4万6000マイルっていう風になります。これに、ANA のねマイトモプログラムを入れて500マイルで、入会ボーナスの1000マイルを入れると4万7500マイルっていう風になります。で、次にですねこちら ANA のね JCB のクレジットカードはポイントサイトポイントインカムで今7300円分の案件があります。こちらね発行するだけでポイントもらえますんで、東急ルートでね、こちら5475マイルに、交換することができますんで、こちらまでの合計が、52000と975マイル、細かいですね。っていう風になります。で、こちらね、
今説明させていただいたのは JCB のキャンペーンなんですよね。で3月2日から ANA 側でねキャンペーンが始まりましたんで、こちら次は ANA のキャンペーンですね。クレジットカードは一緒です。こちらのキャンペーンは ANA のクレジットカードを初めて、保有されている方限定というふうになってますんで、今までね ANA カードを持っている方は対象外というふうになります。でこちらももちろんエントリーが必要になりますんで、エントリーしてからね参加するようにしてください。8月31日までに ANA 搭乗で1000マイル、クレジットカード利用で、20万円以上50万円未満で3000マイル、50万円以上100万円未満で1万マイル、100万円以上の利用で2万7000マイルっていう風になっております。こちらね先ほどの JCB のキャンペーンで100万円以上でっていう話がありましたよね。ですのでこちらねキャンペーン重複してるんですよね。ですのでこちらもエントリーして、100万円利用するだけでねもう両方ともの、キャンペーン乗れてしまいますんで、エントリーだけね忘れないようにしてくださいね。プラス ANA のねファミリーマイル登録で500マイルがさらにもらえます。こちらがね ANA の、JCB ソラチカカードの、キャンペーンの全部のマイルになるわけなんですよね。これをね全部含めると8万1475マイルがね貯まるキャンペーンになるんですよね。いやこれすごいですよね。プラチカカードはね初年度年会費無料で維持できますんで、こちらねかなりおすすめのキャンペーンとなっております。それではね次のクレジットカードいきたいと思います。次はですねアメックス、ビジネスカードとアメックスゴールドカード、こちらを、紹介していきます。アメックスのクレジットカードはですね、まあ皆さん知ってる方多いと思うんですけども、基本的にアメックスの、クレジットカードは紹介制度っていうものを設けております。ですので、普通に入会するよりかはですね、紹介で入会した方が、ポイント数は高いんですよね。ですのでちょっと前提として、まあ、紹介で入った、ポイント数っていうのでね、解説していきますので覚えておいてください。アメックスビジネスとアメックスビジネスゴールドカードなんですけども、こちらね両方とも紹介で入会すると、初年度年会費無料になるんですよね。この点はすごいいいですよね。アメックスビジネスカードはですねメンバーシップリワードプラスっていうのは手数料3000円かかります。プラス ANA の移行手数料がね、まあ、5000円かかりますんで、まあ、年会費は無料なんですけども、まずですねアメックスビジネスカードですね、こちら、利用の、キャンペーンですね、3ヶ月以内に20万円で7000ポイント、50万円で1万ポイント、50万円の決済分の5000ポイントが入って、合計2万2000ポイント、これが、そのまま、2万2000マイルになるっていう感じですね。次にアメックスビジネスゴールド、こちらだと3ヶ月以内に、20万円で6000ポイント、50万円で、1万2000ポイント、200万円で、3万ポイントということで、こちらね決済分の、2万ポイントを足して合計6万8000ポイントがもらえます。でこれがそのまま ANA マイ、マイルになりますんで6万8000マイルになるっていう感じになります。ですけども、このアメックスの、ね、ビジネスカードは、ANA マイルに、ね、交換する際に移行の上限があります。年間4万ポイントまでっていう風になっておりますんで、もしねこの紹介で、このクレジットカード発行した際は、年内に4万ポイント交換して年を超えたら、さらに、残りを交換するみたいな感じにしてくださいね。次にね ANA ダイナースクレジットカードですね、こちらは、年会費、初年度から2万7000円かかるクレジットカードとなっております。こちらねゴールドカードのくくりになっているんですけども、かなりね審査は厳しめというふうになっております。毎回言ってますけども私も、審査落ちました。まずですね、マイトモプログラムで2000マイルで利用のキャンペーンがあって、こちら2020年6月30日、クレジットカード申し込み分まで利用できるキャンペーンになっておりますんで、今3月なんでね、だいたい3ヶ月から4ヶ月ぐらいね、あるっていう感じですね。期間中に100万円の利用で、5万3000ポイント、100万円分の、利用の通常ポイントが、1万ポイントもらえます。
で、こちらね、ビジネスアカウントと家族カードを入会するとさらに2000ポイントがもらえるんですけども、残念ながらこの2つはね、有料6000円かかりますんで、まあ、その点は注意してください。残念ながらね、この ANA ダイナースクレジットカードっていうのは、ポイントサイトに案件がありませんので、公式サイトからね、申し込みっていう風になります。で、こちらね、ANA ダイナースクレジットカードなんで、ANA のクレジットカードですね。ですので、先ほど言ったね、ANA のね、新規発行された方のキャンペーンが適用になります。で、こちらは8月31日までに ANA を、1回登場すると5000マイル、クレジットカード利用で、マイルももらえます。20万円利用で、20万円以上50万円未満で3000マイル、50万円以上で100万円未満で1万マイル、100万円以上で2万7000マイルがもらえるキャンペーンになっております。で、こちらね、さらに ANA ファミリーマイル登録で、1000マイルがもらえる、キャンペーンもね、一緒になっております。こちらね、合計すると、入会ボーナスが2000マイル、ANA 登場で5000マイル、カード利用で2万7000マイル、 ANA カードファミリーマイル登録で、1000マイルっていう風になっております。ですので、ダイナース側で6万5000マイルですね。で、 ANA の、キャンペーンの方で3万5000マイルっていう風になりますんで、合計でね、10万マイルがもらえるキャンペーンなんですよね。いや、すごいですよね。で、こちらマイトモプログラムが、入ると、さらに2000マイル入りますんで、もしね、マイトモプログラムありなら10万2000マイルっていう風になります。いや、これ衝撃ですよねやはりね、このクレジットカード側のキャンペーンと ANA 側のキャンペーンがね、同時に来るときはやっぱりすごいですね。それではね、次行きたいと思います。次は、ANA アメックスクレジットカードですね。こちらは一般カードとゴールドカードあるんですけど、まず一般カードですね。初年度から年会費が7700円、ANA マイルへの交換手数料が、年間6600円かかります。で、まずね、マイトモプログラムで100マイル、入会ボーナスでね、1000マイルがもらえます。さらに、利用クレジットカードね、利用でマイルがもらえます。3ヶ月以内に、1万円で500ポイント、30万円で7000ポイント、70万円で2万2500ポイント、決済分合わせて、7000ポイントプラスされて、合計で3万8000ポイントがもらえるキャンペーンになっております。これマイトモプログラムが入ると3万8500マイルっていう風になりますね。次に ANA アメックスゴールドカード、こちらは年会費3万1000円、初年度からかかります。で、マイトモプログラムが2000マイル、入会ボーナスが2000マイルもらえます。次にカード利用のキャンペーンですね。10万円で1万ポイント、70万円で2万8000ポイント、100万円で2万ポイント、こちら100万円の決済分が、さらに1万ポイント入って、合計で7万ポイントっていう風になります。で、こちらマイトモプログラムがあるとね、さらに2000マイル入りますんで、7万2000マイルっていう風になりますね。で、こちら ANA のクレジットカードなので、さらにね、 ANA 側のキャンペーンも適用になって、 ANA アメックスの場合は1000マイル、 ANA アメックスゴールの場合は5000マイルが8月31日までに ANA 登場するともらえます。次にね、クレジットカード利用でマイルがもらえる方ですね。20万円以上50万円未満で3000マイル、50万円以上100万円未満で1万マイル、100万円以上で2万7000マイル、 ANA カードファミリーマイル登録で1000マイルっていう風になります。こちら合計すると ANA アメックスクレジットカードは最大6万7000マイル、 ANA アメックスゴールドカードは最大10万と5000マイルになるわけなんですよね。いかがだったでしょうか。今回ね、ちょっと長かったんですけども、 ANA カードのね、3月の、クレジットカード入会キャンペーンまとめて紹介させていただきましたけども、確かにもらえるマイルもすごい多いんですけども、 ANA ダイナースクレジットカードにしても、 ANA アメックスゴールドクレジットカードにしても、年会費がかかるクレジットカードとなっておりますので、もしね、年会費を、かけないで今回ね、ANA のクレジットカードのね、入会キャンペーンね、狙っていきたいっていう方はですね、
個人的には一番最初に紹介したソラチカカードがやはりおすすめですかね。もしね年会費を払ってでも、このマイル数狙っていきたいという方はね、最大数の ANA アメックスゴールドがね、個人的にはおすすめかなっていう感じですね。最初の方にもね言ったんですけども、今回紹介したアメックスのクレジットカードはこの特典はすべて、紹介で入会した場合の特典となっておりますんで、その点だけはね忘れないで、くださいね。もしね発行する際は、周りの方とかね、アメックスの、ね、クレジットカード持ってる人いないかね、一度確認していただいて、紹介で入会しないとこの部分のマイル数出せませんので、その点だけはね注意していただけたらなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。いや10万5000マイルですね。これかなりすごいですね。うん、今まで私が見たキャンペーンの中で一番マイル数もらえるんではないでしょうか。それではねまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。